から虫がよんなくしたい。はい、シュバです。ご視聴ありがとうございます。スランビザリーということで、この動画ではカミキリムシロングホーンビードのリアルな作り方がわかります。このチャンネルではカブトムシクワガタの折り紙を志望のオリジナルでたくさん折ってますので、他の動画もぜひ見てみてください。チャンネル登録もぜひお願いします。志望のゆるいグループチャンネル&チューブも動画説明欄に URL あるので、よかったら覗いてみてください。というわけで、カミキリムシ志望と一緒に作ってみようぜ。YouTube からのお願い、 YouTube を見るときはお家の人に声をかけてみてね。部屋を明るくして離れて見てね。疲れたら無理せず休んでください。水分補給も忘れずに、ハサミを使うときは気をつけて、小さいお友達は大人に頼んでね。最後まで聞いてくれてありがとう。2021年8月9日月曜日の昆虫すごいずでカミキリムシをやっていたので、今回はカミキリムシを作ってみました。皆さん見ましたか？一応イメージとしては白筋、ノコギリ、ルリボシって感じで作ってみました。好きな色の折り紙2枚用意してください。ハサミテープ用意してください。ルリボシを作る人は黒ペンもあるといいと思います。ポスカだと安心かな。どの種類を折っても基本的には作り方は同じなんですけど、白筋だったらまあまあ細長く、ノコギリだったらちょっとずんぐりむっくり体を短くしたり、ルリボシだったら一番細く折ったりしてます。好きな種類の色の折り紙使ってください。はい、では頭から折っていく。色流し角から作っていきましょう。基本のスタートでいきます。頭途中からやっぱりクワカブとまたちょっと違う白三角で感じの折り方にはなっちゃいますね。やっぱり角がないから、その代わり触角に使いました。開いて白三角、はい、折れましたら四角形に閉じます。折り線を立てて使って真ん中に集めて四角にしてください。折りましたらこの方向で真ん中に向かって三角形4回折ってください。飛ぶ時なんかも完全にあれ縦だね、ほとんどね。あの昆虫すごいで見たけど、ほぼほぼ体を縦にして飛んでましたね、ルリボシちゃん。はい、そしたら上の三角形で両側に折ってください。はい、折れましたら四角形に戻してください。そしたらここの線で前に倒して開きながら折り線で折ってひし形にしてください。こちらも同じ。結構ルリボシは飛ぶイメージありますね。他の子はあんまり飛ぶイメージないけど、はい、裏表こんな感じで折れましたら折り下げます。裏も折り下げます。まずは顎の部分を作っていきたいと思います。一応中央はルリボシを目指して作っていきます。縦に折ります。折ったらここの尖ってるところをこのラインに合わせて三角に折ってください。折ったら今折った線に合わせて折り返します。はい、折り返しましたらルリボシの場合は特にさらにもう一回折ってあげてください。で、もし他のカミキリムシの場合は、まあ、これでもいいと思います。で、こんな状態だとして。やってください。真ん中線から一番近くの外側の線、ルリボシだったらこことここの線で山折りしてください。はい、こんな風にして真ん中の線で谷折りしてください。はい、谷折りしたら、まあ、どっちかに倒して置いてください。はい、できたらここ三角形に折ります。ここが牙、顎のところになるんですけども、開きたい人はもう切っちゃうしかないですね。とりあえず今回の方法では隙間はあんまり空いてない感じですね。
としたら、この閉じてる状態で真ん中線から一番近い外側の線で山折りしてください。これが顎になります。これで木の幹とかを削っちゃうわけだね。髪を切ったりするわけだね。髪の毛をね、出ましたね。たら、はい、山折りをしましたら、もうちょっとこういう風に寄せて、真ん中に寄せて裏側折ってあげてください。その折り線で倒してください。はい、こんな感じです。これで顎を作りました。ノコギリとか白筋の人はもっと太い顎ができてるかもしれないですね。はい、そしたらですね、顎がある髪の上の髪を下ろしていきます。はい、こんな風に前に出してあげてください。ちょっとだけ難しいです。顎のところここ閉じたまんまで、まずはここ斜めに折っていきます。顎の形に合わせるとどうしてもまっすぐは開けないので、こういう風に段になると思います。できるだけまっすぐになってればいいかな。はい、こんな感じだね。こんな風に折ってます。そしたらですね、この状態から顎を出しますね。こんなにいっぱいは出さなくていいのかな、お好みですけど。はい、これぐらいかな。めくってあげてください。斜めにここ開いて、このラインにまっすぐになるような感じで折ってあげて、ここを真ん中に合わせる。で閉じます。開いて、もう片方もこう斜めに折っていきます。はい、こちら、あ、ここまっすぐになってるといいですね。そしたらはみ出していいので折り下げてください。三角形で余ってるところは折り上げてください。中に折り線で入れます。こんな感じかな。中に入れました。そしたらさっきの顎が見えるあたりの折り線で折り上げます。折り上げましたら角を三角に折ります。ここはギリぐらいかな。ここは本当にギリちょんでもうめくれちゃうぐらい下げちゃって、こっちはね、もし余裕だったら少し間開けてもいいです。こっちはギリギリまで下げて、少し間が開くようだったら開けてください。こんな感じですね。上の山でこれもどれぐらい下げるかお好みかな。これぐらいかな、だいたい。それと目と口となります。はい、ここまで来たら一回顎は取っちゃいます。はい、折り線覚えておいてください。そう、一回戻します。ここはそのままでいいです。開いた方がいいかな。横を開いて面を変えます。触覚を作りたい。で、これが足にしたいので面を変えて、真ん中に向かってこの線と下の線がまっすぐ重なるぐらいで折ります。さらにもう一回真ん中に合わせて折ります。これを全部やります。折って折る。
度的に言うとレベル3かレベル2ぐらいになるのかな。ちょっと難しいところも一箇所あるかな。はい、折れました。なんか違うけどいいか、あまり気にしない。はい、こう戻すとこんな感じになってますね。細長いですね。ここが顔を作ったとこですね。はい、そしたら折ったところは開いちゃってください。はい、開く。戻ってないや。はい、これで全部戻しました。ちょっとだけ難しいかもしれません。はい、ここを折っていきます。ここが一番上の顔、この下の方の髪を引っ張ってここ引っ張って開きます。で、一番真ん中に近い線で山折りします。こんなにいっぱいあったっけ、折り線。まあいいや。はい、三角形に全部山折りしました。次の折り線では皆さん予想の通り谷折りです。はい、谷折りします。端っこはつまんどいてください。はい、お次はもちろん山折りです。ここのラインでつまむように山折りしていきます。はい、重ねていくとやりやすそうです。はい、余ったところ最後谷折り、真ん中のこういう線で谷折りをしてへこませて細長い感じで閉じてください。できなかったら飛ばしてください。山谷で閉じます。これこっち側もやります。同じように開いて一番外側で軽く引っ張りながら山、外側で山、山。はい、ここの線谷折りして引っ張りつつ次で谷折りしていきます。谷折りをしましたら次は山折り。ここが一番難しいところかもしれませんね。はい、真ん中で谷、まあ閉じて細くなってればいいでしょう。できなくてもまあいいでしょう。こんな感じで閉じます。そうすると2本閉じれたと思います。はい、これが前足と途中までが胸になります。はい、この状態になりましたらここ、今度は触覚ですね。頭の上横というかねについている触覚を作ります。ここ上に上げちゃってこっちも閉じちゃっていいです。こんな風になってたら上から 1、2個目、上から 1、2個目の線で下に折り下げて、折り下げる、折り下げたらここが真ん中中心線になるんですけど、あそこで折っといてください。ここまで来ましたら
顎を今のうちに戻しちゃおうと思います。やりづらかったらもっと戻ってください。真ん中で谷折ってあげて、どっちかに倒してあげて、先っちょはみ出たところを三角に折ってあげて、もう片方に倒す。はい、これが顎です。顔なんとなくできてきました。そしたらですね、ここまあ耳みたいな触覚になるんですけど、これをここの線で前に倒します。倒しましたらこの辺りかな、ちょっとここ残して斜め折り、さらに同じ場所で反対に斜め折りしたら、まず先の方でまっすぐ折っていきます。付け根あたりを折り線で折ってください。でこのままやっちゃいます。顔の横っちょを折ります。こんな感じで触覚を作ります。はい、反対も倒してかな、斜めつまんで立てる。顔の横を折る。はい、こんな感じで触覚作りました。触覚を作っちゃいたいと思います。さらに細く半分ぐらいで折ってあげてください。根元はつまんであげてください。はい、まずは外側の方をから見て谷折りしてあげて、付け根はつまむ感じで立てる。で少し細くなります。はい、ドラゴンみてえだな。ドラゴンいけるやんこれで。はい、顔変えれば一回開いて1センチぐらいかな。で折り下げます。はい、折り下げたら 1,2 ミリでさらに折り上げて上げて段折りにしてあげてください。反対も同時にやって、こう1センチぐらい同じ高さで折り下げて 1,2 ミリで折り上げて段折り、なんか長さちゃうで。はい、1センチぐらいで折り下げて折り上げて段折り、まあご愛嬌だな。1センチで折り下げて 1,2 ミリで折り上げる。2回ずつ折ったら最後にもう一度段折りこんなもんですね。段折りしたら真ん中線で折ります。はい、2つにあげてください。こんな感じで節を作ってあげます。ここで少し曲げておくといいかな。ほんとさ、角みたいだよね。ロングホーンビートルとはよく言ったもんです。英語だとロングコーンだかロングホーンのが一般的なのかな。閉じてあげてください。まあ、ちょっとぐらい曲げといた方がいいのかな。はい、こんな感じになってます。もっとね、細い方がリアルだけど、とりあえずこれで今回は OK。 はい、ここに1枚紙があると思います。この紙を1センチぐらいかな。で特にね、白筋は長めに取っちゃった方がいいと思います。これぐらい。ゆり干しはそんなに大きくないと思うんで、この辺でいいんじゃないかな。1センチないぐらいかな。こっちだな。紙を開いてハサミで真ん中を切って前足を作っていきます。
ます。真ん中線で切っていきます。気をつけて使いましょう。だいたいこの線ぐらいまで切ってあげてください。切りましたら前にこう倒してあげて、横に斜め折り、横に斜め折りで足投げ、やれる人は半分に2つに折って細くしてあげてください。細く半分にします。で、まあ足をこんな感じで斜めに折ってあげるといいかな。斜め前みたいな感じですかね。はい、顔を立てます。折ります。前に向けときます。ちょっとね、細めなので顔硬いんですけど、親指とか使ってちょっとこう横をへこませるといいのかな。好みで、ルリボシの人は特にできたらやってみてください。うん、イケメン。目がだいぶ横に行ったけどイケメン。はい、胸にトゲがあるんで、ルリボシはね、トゲっちゅうトゲはないんです。ここ頭と胸で折って、足ちょっとどかして斜めに首のところつまんで折ってあげて、畳む。斜めに折ってここで畳む感じですかね。はい、できる人はやってみてください。足をちょっとどかして、ここも少し斜めに胸と足の間を三角にへこませてもいいです。これトゲになります。もしくはルリボシだとこういう形をしている感じですかね。はい、ちょっとここ三角形にへこませてあげてもいいかもしれません。はい、こんな感じかな。色塗りは最後にやります。こんな感じでルリボシじゃない、カミキリムシの頭完成です。それでは体を折っていく。白長四角から折っていきましょう。開いて白長四角、色付き三角、色三角、クワガタの折り方に近いと思います。はい、折り線で三角に閉じてください。真ん中に向かって三角4回折ってください。どかして三角、どかして三角、上の髪と下の髪を合わせちゃいます。下の髪で三角さらに折っていきます。開いて開いて真ん中に向かって三角、白スジミヤマノコギリゴマダラルギボシキボシトラクワカミキリ、結構種類たくさんいますよね。上の髪下の髪で合わせていきます。開いてずらして折っていきます。カマキリ先生こと香川照之さんが一番好きなカミキリムシは何でしょう。六角形に戻します。真ん中に向かって折っていきます。真ん中に合わせてほぼほぼまっすぐ真ん中線に合わせる感じがルリボシで、ノコギリの場合はもうほんとこういう感じですかね。斜めに折ってください。で、
白筋を作りたかったら間ぐらいですかね。それなりに折る感じですかね。ちょっとこっちが太く、こっちが細く。ルリボシの場合はもうずっと細い感じなので、ほぼまっすぐでいいと思います。ほとんど真ん中に合わせる感じで折っちゃっていいと思います。カマキリ先生は今作ってるのがそうなんですけど、ルリボシがねすごい好きみたいですね。中央が好きなカミキリは何でしょう。はい、真ん中に向かってはみ出たところをこちら側も折ってきました。開いて戻します。はい、裏も戻します。開いてへこませていきます。背中側から見て三角、この三角形で山折り。山折りしたら先っちょも山折りして真ん中でへこませます。谷折り閉じます。はい、同じです。中央はトラカミキリと白筋カミキリが好きです。トラはハチに似てて名前も見た目もかっこいいからです。で、白筋はでかくてかっこいい。はい、クワカブを探すといるのはノコギリカミキリですよね。割と同じような場所にいる。どかして後ろ足も折っていきます。まずここ真ん中からもう一本目のところで山折り、こっちも山折り、先っちょも山折り。中足と枠線はちょっと変わります。ここで山折り、そしてここで山折り、ここで山折りして、ここで谷折りします。そうするとへこむと思います。よいしょ。はい、こんな感じです。谷、山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 、落ちる。同じです。公園とか家とかの近くでもたまにね見かけるのは、というか一番身近なのはゴマダラカミキリの印象がありますね。ちょっとね山に行って切り株とか倒れてる切った木に、横倒しの木とかによくいるのはルリボシカミキリって思います。はい、細く折れましたでしょうか。まあ、できんかったらできんかったでいいと思います。1個どかして後ろ足から折っていきたいと思います。付け根からでいいかな。付け根から斜めに外側に折っていきます。そのまま折り返して細くしてください。さらに外側に折り返して細くしてもいいと思います。こんな印象ですかね、足としては。こちらの同じ場所も同じように折っていきます。厨房のね実家、生まれたお家ではミヤマを、ミヤマカミキリをじいちゃんが捕まえて置いてくれたっていう思い出があります。じいちゃん覚えてないだろうけど。はい、折り上げます。折り線で横に斜め折りして、そのまま細く折っちゃいます。同じ。はい、折れたら斜めですかね。ちょっと立てるような感じの方がかっこいいのかな。斜め前に折って、根元ちょっと立てる感じですかね。はい、縦半分に折ってください。お尻の方で三角に折ります。折ったら開いて折り線でへこませて、まあ、塗るときに
やり直すんですけど、一回やっときましょう。中で三角折ってつまんで起こして倒す、ロックしてあげて、そうだな、こっちだな、こっち側に角角で三角折りで、少し下あたりで今度は逆方向に折ります。で、さっきの折り線を立てて段折りみたいにしてあげてください。角を少し折ります。はいはい、こんな感じでカミキリムシの体完成です。はい、ノコギリ白筋の人はこのまま合体してください。ここに両面テープつけて、ここでくっつけて、裏でもテープを貼るといいです。ではルリ帽子を作ってる人は色塗りをしちゃいます。ここロックを外しておくと塗りやすいかもしれません。はい、頭は顔の横、目のところと顎、そして触覚の段のところを塗りました。胸のところは1個、ここは個体差みたいです。まあ1個か2個、ポスカがめっちゃ手につく。体は6個ですね。6つ描いてあげるといいと思います。合体していきます。両面テープをこの飛び出てるところに貼って折り返して角を折ります。胸と合体させます。ポスカだったら乾いてから触った方がいいです。結構かっこいいじゃん。はい、貼りました。これだけだと取れちゃうんで、裏からも大丈夫かな、ちょっと分かれたけど、合体してバランスよく貼ってあげてください。はい、こんな感じでカミキリムシの完成です。というわけで今回はカミキリムシ作ってみました。まあ、これでしょうか。この動画が良かった人も、そうでない人もグッドボタン、チャンネル登録、まだの方もそうでない方もチャンネル登録してくれたら嬉しいです。感想やリクエストをコメントにどうぞ。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。ちゅうぼでしょ。バイバイ。